ただいまより4コン、あ、DJ4 コン卒業に伴います少年隊の記者会見を始めたいと思います。まずはリーダー高橋君により卒業の花束贈呈でございます。マイクをマイクを佐木君、はい、ご卒業おめでとうございます。少年隊のファンの皆様、結成大体それでは少年隊皆様の入場でございます。ちょっと関係者の皆様、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。そしてあの4コンが卒業するということはね、これはちょっとマジなところでございまして、これからちょっとね3人でやっていく形になるんですかね。そうですね、新生少年隊はそれでまあちょっと頑張っていこうと思うんです。これからもよろしくお願いしますということで、ちょっと真剣にちょっとね話をさせていただこうと思います。はい。まあでも、4コンが入ったのはいつでしたっけ。まあ6年ぐらい前に1回入って、でその後あの半年一緒に活動させてもらった後に、あの生まれて初めての彼女ができて、初めてのセックスを覚えて、そうです、その時に1回やめました。レゲエやってる場合じゃねえなと、はい、そんなこともありますでもその後またあの、別れた後に、はいはい、またルーさんのと皆さんの優しさで、また拾ってもらって今まで5年、今まで5年半、一緒にいろいろ回ってきましたね。確かに、はい、あったね、ありましたね、そんなことがね、ブーさん、まあ、そんな中で、まあ、自分の決断として2012年をもって少年隊を卒業させていただこうと思います。ファンの応援してくださったファンの皆さん、今までありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。まあでも正直別にあの別にって言うから悪いけど、そんなにダメージはないっていうかね。活動部分ではよ。まあね、活動の面ではね。メンタル的なものはいろいろあるし、お客さん的にもやっぱ寂しいなみたいなのもあるけど、DJ 陽子がいなくなったっていうのはあるかもしれないけど。まあこれから曲作ってなんないで活動部そんなに、はい、まあ変わらないだろうし、ちょっと荷物持ったりするのが大変なぐらい、まあ、それぐらいだと思う、まあそうだねライブの前に水買いに行くやつもいなくなったから、それぐらい水って言えなくなったし、ね、4本鍵って言えなくなったし、ね、そういうのは、まあそういうのもなくなりますが、まあ2013年はね、そう、まあ、さらに自分らで荷物を持って、そう、水を買いに行って、自分で頑張りますんで、できるよ俺できるよいやまあでも、あのお客さんはねやっぱね、お客さんという言い方違うか、あのファンの皆様は4個いなくなると寂しいって人はね少なからず1人でもいればね、素晴らしいと申し訳なかったと思いますけど、まあ少ないとは思うけども、まあ一瞬別に、まあだからそのステージングの絵的にさ、やっぱ1人欠けちゃったっていうのはやっぱ寂しさはあると思うけどね、それ以上にやっぱこれからあのルーが動き回るんで、そう、その分ルーが曲かけて1人で歌って、そうそう、荷物持って、そう、水買いって太って、ね、髪の毛も生やして、それは無理だ、まあだから4人でできたこのお客さんを楽しませる、笑顔にさせるっていう部分は、でもどう、逆にもう1人増やすって言ってよ、あ、そういうのもありだったら1人でいいの、え、逆にもっと増やす、10人ぐらいにする、もういっぱい欲しいなと思って、できれば、あ、まあ、そういうのもある、だから三根さんの息子さんって方がいたわけじゃん、今までね、誰かの息子さん、ウィッキーさんの、え、ウィッキーさんいんのかな、いやあれいいじゃん、あれであの復
くんの息子。誰？少年隊の。あ、逆にね。あ、それいいね。少年隊。あ、そうすれば俺たちね、おーってなんかそこリンクできてね。そうなるしね。いいよいいよ、それで行こうよ。それで行こう。そしたら結局良かったこと。プラス。そうやっぱ今回のことはどんどんプラスにしていかなきゃいけないね。そうそうそう。そういうことがあって。でも。うん、俺たちができるのはやっぱね、うん、5年間6年間か分かんないけどちょっと一緒にあのほぼ多分親よりも合ってるよ。そうだね、親よりも合ってるぐらいの人間をね、こう旅立つってことで、うん、まあ応援してあげるぐらいしかできないからね、ロンコン頑張ってよ、ね、ありがとうございます。頑張ってよ、ありがとうございます、うん、たまにはお便りちょうだいよ、うん、たまには手紙書きます、うん、まあ別に、はい、うん、これで一生会わないってわけじゃないから、うん、ファンの皆さんも多分4コンはほらパーティー好きだからさ、いろんなあの、うん、イベントに遊びに来てくれたと思うから、その時はねみんなで、ね、あの本当の理由は何ですかって聞いてあげてくださいそうそう、嘘ですよ、そんな本当の理由なんて、決してなんかね、あの喧嘩したとかわだかまりがあってっていうわけじゃないんで、あのお互いのね、明るい未来のために、そう解散なんで、はい、解散じゃない、解散やめたよ脱退頑張ってんだから、脱退なんでね、うん、明るく皆さん4コンをね応援して、これからも4コン、うん、4コンって名前はね、うん、そのままで DJ じゃないから DJ はなくなるけど、うん、4コンっていう名前は、ね、居酒屋4コンとかなってる可能性ある、そう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 、コ4コンかもしれない、うん、これからも去年28歳気軽に声かけて4コン、うん、どうしたのどうしたのとも聞かないであげて、うん、もしかしてよくはね、そうなんか商売にしようとして、うん、一杯ごちそうしてくれたら本当の利用してあげるよとか言うかもしれないけど、うん、それはサビなんだよね、騙されてます今流行りのね、オークションにそう、ペニオク、うん、あれエロいよね、なんかね、うん、ペニオク、エロいよ、ペニオクだからペニオクって、まあこれからもでも本当にあの、うん、4コンと、はい、少年隊を、はい、これからも応援し続けてください。よろしくお願いします。もしかしたら本当にすげえイケメンメンバー増やすかもしれないしね、うん、え、4コンよりいいんだけどみたいな、そう、そしそうなると、そうなってもらいたい、ね、ね、うん、もしかしたら俺が後ろで回すことになってるかもしれない。そうだよ、すげえかっこいい。だからそういうのはさ、2013年いろいろできるから、いろんなこと、だからもしかしたら、え、4コンヨンコン、ヨンコンいた時よりも全然こっちの人の方がいいんだけどと思う人いるかもしれませんけど、僕たちにとってはやっぱね、正直やっぱ4コン以上の人はしばらく出てこないと思うんで、うんうんうん、悲しいけどこれで、うん、4コンはいなくなります、うん、ヨンコン一言も喋ってないけど大丈夫、大丈夫です、主役だよ今日、ありがとうございました、うん、そんなんでいいの、うん、俺だったらもう永遠に喋るけどね、うん、そうだよ、あ、ここぞとばかりにね、まあこれいつ放送されるか分かるけど12月16日、今日選挙の日なんでね、皆さん選挙行ってください、もう今これが流されてくるよ、完全に終わってるんですよ面白いこと言うわでしょ、うん、もうこれなくてもいい、大丈夫だね、こんな天才と一緒にステージ立ってると思うとゾッとするわ、ゾッとすると一緒にさ、ドキッとするよ、ね、よく喋れよ、最後でも締めで、ちょっと4コンからファンの皆さんにお願いします、はい、まあ5年半、少年隊のライブで初めて CDJ を触らせてもらって、まあ、そこからこのレゲエを一緒にやってきて、僕もレゲエもクラブも大好きなので、とても楽しい5年半でした、ありがとうございました今まで、で、これからも、うん、少年隊のイベント、少年隊の曲も、チェックさせてもらうので、みんなで少年隊を応援しましょう。じゃあ最後さ、ちょっと本当の先輩であるルーがさ、うん、台本じゃないちょっと本音をさ、うん、バシッと、うん、バシッといこうか、頼むよ、寝てるからこっち、やっぱりさ、ね、すごいどうしようもないダメなやつだったけどね、はい、ずっとこうやってきた仲間がさ、なんかいろんな思い出もあったりするんじゃん、なんかね、はい、うん、やっぱ寂しいよねなんかまあでも一個の節目で、ただの、うん、これからも俺らの関係は続いていくわけだし、うん、ありがとうございます、というなんかちょっと締めっぽい話になった今、うん、そうだね、
もう頑張って。でもルーさんが見つけてくれたから、まあ、うん、ここまで。もういい？もういい。十分。ルーさん十分。尺が収まる。ルーさんのおかげです。うん、じゃあ最後にさ、ルーからもう一回言っちゃいなよ。そうだね。はい。じゃあ2013年、少年隊と四コンはあの別々の道に行っちゃうことになりますけども。あのそれぞれ、頑張って僕らはあの CD 出したりライブやったり、で4個はまあね自分のやりたいことをやりますんで、これからも応援の方よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。以上、少年隊4コン卒業緊急記者会見 in 高田のバー DJ シグナルでした。ありがとうございました。ありがとうございました。DJ バーシグナル、ね、DJ バーシグナル、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。あのバーシキナさん、ありがとうございます。では、失礼します。高いだよ。あ、4個それ脱ぐ式はやらなくていい。次の人のために置いてくけよ。脱ぐ式、4個の。じゃあ、では、あの未来の4個のために、今日は4個を卒業します。全部モザイクになってる感じなんで。うわ。あの、初恋ってあの、全裸だったら、あの、卒業していいな。最後は卒業していいよ。そういうのも理由にしてるんだけど、これここ置いといてやるから、ほら、うん、やらないの？もっと、じゃあ俺やる。俺やります。どうぞ。ありがとうございました。